製造者を安全にフックから救出する、これやってたんだね。よーし、行くぞ。2戦目行きましょう。お、三角か。これは三角だね。建物にはない。小屋にはない。ここ一台、そこに一台。これは近いから、こっち側直したい。で、そこで追われてる。で、俺の位置が、なんかバレそう。離れよう。ここ、あれだな。結構なんもないな。一旦離れよう。で、ここに一台。ここの建物にも一台。よし、こっち直すか。そう、接続あればね、救助のタイミングとかね、連携取りやすくなるから。あ、奥にいるね。無駄な動きがしなくて済む。まずいな。またクリスか。疲労を回復しちゃいたいな。まず疲労を回復して、で、まだ起こせないから、いや、ただ板スタン狙えるか。ワンチャン板スタン狙う。いいぞ。さすがに無理か。オーバーチャージ。で、救助に行くか。そこ回ってる、いいね。1、2、残り4台。まあ、そこはもうほとんど回ってないから大丈夫。隠れ場なしだとしても、ロッカーだったら多分大丈夫だと思うんだよね。いるね。血族があるうちは動き見やすいから、こっち来そう。今のタイミングで救助する。あ、隠れ場なしあるな、多分。これあるね、隠れ場なし。あぶね。罰を誘って、罰を誘ってフェイント入れて距離取る。いいぞ。こんばんはよ。よし、回復しちゃうか。さあ、残り3台。お、めぐみ出入りあるしな。回復しようか。今のよかったぞ。救助、今のよかったね。こっちに引き離すことによって
救助してた救助チームあっちに固まってたから安全に回復できる時間を作れると。残り3台レッドグリフ、あ、有能ついてんだ。で、ここつけたら、あっち側直さないとね。固まっちゃうか。これさ、一回、こっち来た方がいいかも。つけないで。つけるとまずいぞ。多分つけるわ。これでつけることによってちょっとこっちが固まっちゃうから、デッドロックね。まあ一気に発電機回さないと。有能の照明が欲しいな。30秒だっけ。あー、なんで何今の。当たりに行っちゃった。で、奥行こう、奥。とにかく奥。で、反対側に固まってるから、もうこっち側で時間取るしかない。とにかくこっち側で。オッケー。そうすると2台つくんじゃないかな。あー、デッドロック入ったけどもうすぐだよね、あそこね。これビッグプレイ、デカムーブです。で、血族ついてるんで、あと真ん中でしょ。さあ残り1台、あっち側かな。あっち側にとりあえず移動してかな。サンキューと思ったけど、かあっち側にクリス行っちゃったから。一旦回復して、サンキューで俺救助行こうかな。長いねー。で、これね、あ、もうついちゃうかな。ついちゃうと戻ってきそうな気もするね。一旦開けちゃおう。これはけてるね。多分つかなかったらあそこに行くから、おびき寄せるのもありだったね。これはきちいかな。そっち開いた。なんだその走り方、なんだこの走り方ふざけてんのか。
老けた走り方してるな。今の言ったのでかいね。ああ。一旦回復して、おーおマイガー、あれアイムフリー。あのバイオハザードで強いクリスがやられていくというね、あのクリスがやられてドワイトがやられてないってことは、もう今度からバイオハザードの主人公はドワイトってことですね、これね。あんな変な走り方のバイオハザードのおもろいけどね。なんなんあの走り方桃上げすぎな。あれなんだね、死を呼ぶ追跡者ついてたんだね。で隠れ話、これがあったからロッカーに入ってるとバレないってことが分かったな。今度からバイオハザードの主人公はドワイトになります。だってクリス救助して生き残った男だから、こいつが。